皆さんこんにちは。ごきげんいかがですか。お疲れ様です。サカネフラワーチャンネル始まり始まり。今日はちょっと早いんですけれどもハロウィンネオハロウィン風なフェイクで作ったリースの動画をお届けしたいと思います。ではどうぞごゆっくりご覧ください。 38度という気温ですね。熱中症にもなりかねないような気温です。成果はね。なかなかやはりあのこの時期使えないので、フェイクであのレッスンしたいと思います。まあ、ハロウィンは10月の末ですが、先にこれを作っておいて、そして9月に入って成果でフラワーアレンジメントしたいと思いますので、それまで皆さんお待ちくださいね。今日は。 えー、ネオハロウィンのリースちょっとハロウィンっぽいなっていうところですね。カカララーーををねハロン使っておりま,おりますオレンジブラウンブラック紫とそういうふうな秋のか色を感じさせるようなあのカラーを使っておりますが、まあ、パンプキンが入っていないだけあのずっとしばらくクリスマスまであの装飾できるのじゃないでしょうか。 デコレーションですねまずリースにねあの系統オレンジの系統をくるくると2,3本まとめて巻いておりますそれからラフィアあのこの紫色はねやはりハロウィンカラーということで紫色でラフィアでリボンを結びました、うん、まあ、ラフィアがない方はあのナチュラルでもいいですし他の細いリボンを使用していただいても構いません そしてこのリボンがですねすごくあの昨年購入したので今年このリボンがあるかどうかわからないんですけれども皆さんダイソーに行ってハロウィン用のリボンを購入してくださいねオレンジ色とかねまあいろいろ幅の広いものがあればそれをご使用ください長さは25センチから30センチぐらいに切りまして幅はなるべく広い方がいいでしょうねまあ7センチの幅をあの 幅のものを使用しております。まあ狭ければあのペタルをねたくさんにしてあのするといいですね。真ん中をくしゅくしゅくしゅっと縮めます。そしてあのリボンリボンでもいいんですけれどもこれはあのラフあのケイトですねケイトでくるくると巻いておりますオレンジ色。それからあの え、布でも構いませんね。真ん中をちょっと細めのリボンで巻いていただいても構いません。まあ,あの男の人の蝶ネクタイのような感じにしております。あのステムはね作っておりません。ラフィアがありますから、あんまりね。あのステムがたくさんあるとね。あのうるさくなりますので、えー、ラフィアのあのリボンの上に重ねました。で、このラフィアはね。 あのクモの巣の糸をイメージしております。そして重ねると動きがありますし、ゴージャスになりますね。これだけでもあの可愛い,い感じがいたします。ハロウィンっていう感じですね。そしてまあちょっと生徒様は後からね。あの毛糸を巻いていただいたんですけども、ラフィアが引っかかってやりにくそうでございます。もう段取りが悪くて申し訳ありません。 でくるくると巻いて、まあ一応日本にしておりますが、3本でも4本でも構わないです。これは本当に毛糸ですね。これもダイソーで購入いたしました。あのこのように、えー、グルーガンで止めていただきまして、そしてあの全体にお花を入れるんじゃなくて、あのワイルドベリーっていうものを先にあのちら何箇所かに配置いたしまして、その間にちょっとシックな。な シャンパンダリアとかですねちょっと、えー、ガーデニングあのローズとかそれからアネモネこれはアネモネはちょっとワインカラーのような色だったのでこれもちょっと使ってみようと思いました春のお花ですねで全て頭をね抜いてしまってそして配置しておりますグルーガンでねつけておりますそしてあのワイルドベリーとミトですねそれから増加を貼り付けた後 あのワイルドベリーの葉っぱとかそれからセージの葉っぱとかそういうものを後であの配置しております奥行き感が出,す出るようにサイドとか横から貼るようにしておりますいつも私の、えー、リースを見てくださっている方はいつも私がサイド内側をあのちょっとチェックしてみてくださいといつも言っておりますのでそちらのまた動画もね。 概要欄に貼り付けておきますので、ぜひご覧になってください。今日はね。サイドはまあ,あの毛糸がねありますので、そんなに見えてもおかしくないかなと思っております。ほぼほぼ出来上がりました。あの、黒いね。このあのワイルドベリーですか？それがすごく効いてますね。ブラックがね。このようにして、あのこのリースは20センチくらいある。ちょっと大きめの。 あのリースですねこれを使って皆さん楽しくあのネオハロウィンということでもう秋らしくてすごくいいですねっていう感じ皆さんお玄関のねあのところにかけられるそうです。それでは出来上がりましたのでちょっとお茶をしながら自分のご自分の作品を眺めてあの皆さん持って帰られましたね。 そしてあのなんかプレゼントされる方がいらっしゃったのでラッピングもしてあの終わりました。で、えっと、グルーガンをね使いますのであのもしあの不安な方は左手に、うん、軍艇かなんかは入ってあの止めてくださいね。リボンの真ん中にベリーをつけても可愛いですね。いかがでしたか今日もねほぼほぼダイソーで揃う材料です。で皆さんね あの同じ材料がないとどうしたらいいんでしょうかっていうご質問がありますがあの色を合わせるとか形を表す合わせて見てくださいねだからハロウィンカラーですから紫オレンジ黒それからブラウンというようなそういうような雰囲気のあるものでやってください。あの小さいいいいいいお花を、ね、いっぱい埋めても可愛いと思いますよ雲がいるでしょうこれは紙でねあの雲の形に切ってるんですよ。 いかがでしたか皆さんはまあ今年はどうでしょうかねあの仮装パーティーなんかはとんでもないことなんでしょうねでもまああの装飾だけはね気分だけは秋を感じていただきたいと思いますそれでは皆さんいつもいつもあの動画をご視聴いただきありがとうございますそして愛あるコメントもいつもめちゃくちゃ嬉しく 拝見させてていいただいております皆さんねとってもあの猛暑続きですからご自愛くださいそしてご自分を大切にしてくださいね。よかったらチャンネル登録とコメントそれからグッドボタンも忘れずにお願いいたします。それでは皆さんごきげんよう パン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 じゃ2018年のハロウィンの時期に YouTube を始めました72歳になります70代から始めたわけですね最近ねチャンネル登録者の,あの登録者数がちょっと減り気味なんですよどうか皆さん応援してくださいね えー、ナチュラルアーティストの新田洋子先生にも百名の時に応援に来ていただきました。懐かしい写真が出ております。それでは皆さん本当にありがとうございます。フェイスブック、インスタ、ツイッター、さく明日さぬきのブログも再開いたしました。できればフォローもよろしくお願いいたします。 残暑お見舞い申し上げますそれでは本当にごきげんよう